ご挨拶を何度かさせていただいたこと、今まであるあの今回ご一緒する前にご挨拶はさせていただきましたけれども、やっぱりあの出会いとしては僕は王家の紋章という作品を、あの役者としての宮沢さん、宮沢沙絵さんを僕は見ました。その時やっぱりそれが僕は第一印象だと思っておりまして、その時に本当に、なんて素敵な女優さんなんだろうと思いました。はい初めて藤田さんにお会いしたときに、どういうことを考えているのかわからないっていうのが私はすごく素晴らしいなって思ったんですよね。私も本当はそういう人になりたかったんですけれども、私はそういう性格が持てなくて、なんか素直に生きてきちゃったので会った時からもう全部出ちゃうようなタイプなんですけれども、もちろんです。私は逆にそのウェンディの役を、一緒に当時グループとして活動してた AKB48 にいた当時にやっていた女あのメンバーがダブルキャストでウェンディをやっていたのをきっかけにピーターパンを見たのが2012年だったんですけれども、全然もう興奮しちゃって、一回見た時になんだこの世界はって、あのそのでもあのこれは皆さんにすごく僕びっくりしたって話は、やっぱり宮沢さんの振りの入る非常に速くてびっくりしました。これはこんなに、いやこれはでも恐るべしです。これはあれで速いんですか。あれは速いです。いや私の現役知らないからです。それはあのお気づきになった方もいると思うんですけど、こういうの言ってもいいんですよね。あのウェンディの衣装は和柄です。ウェンディとね、ウェンディとマイケルとジョンは和柄です。あのこれから立ち稽古、明日から入っていくピーターパンですけれども、本当に一生懸命あの作ってます。スタッフもキャストもみんな一丸となって、制作も一丸となって、あのピーターパンこうより深く美しく楽しく、子どものお客様も大人のお客様も楽しんでいただける作品を作っておりますので、7月24日から、まあ、地方公演もありますけれども、ぜひ劇場でお会いできることを楽しみにしております。本日はありがとうございました。本当に今藤田さんがおっしゃってくださったように、明日からの立ち稽古で本当に、7月24日からスタートするピーターパンがようやく始まる気がするんですけれども、さっき私その子供がね、あの今回はお客さんに多いけれどもお芝居として変えることはあるのかという質問に、変えることはないって言ったんですけれども、今こういろんなお話を藤田さんとさせてもらって、自分でも自分の言った言葉を考えながら喋ってて、後付けになってしまって申し訳ないんですけれども、やっぱり子供に一番響くのって素直な気持ちだと思っていて、私たちのこう見せる役者が心から楽しんでないと、その気持ちが絶対子供には伝わらないんだろうなっていうのをすごく感じているので、やっぱり何よりも稽古場から楽しい時間と、まあ、厳しい時間もあってもいいと思いますけど、何よりもステージに立つこと、このピーターパンという作品を見せることをすごく私たち自身、役者として立たせていただく私たち自身も楽しませてもらいたいと思いますし、その素直な気持ちを見に来てくださったお客様全ての方に伝えられるように頑張りますので、ぜひ皆さん感激できる日を楽しみにしててください。